7月のネットで歌声、いかがでしたでしょうか。私たちは今雷の下でライブ録音の中にゴロゴロという音が入っていると思いますけども、気になさらないように、皆さんが聞いている頃には雷は多分鳴ってないと思います。今日のメンバーの紹介を多分最初にしてなかったですが、最後にメンバー紹介をしたいと思います。あちらから順番にいきます。編集撮影で一手に引き受けてくださっている近藤直人さんです。今日のアコーディオンは、失礼しました。ギターは脇谷直人さんです。今日のアコーディオンは入江久美子さんです。歌姫は武藤芳子さんです。ピアノは藤丸でした。毎度毎度毎度で歌声新聞をここで紹介をしております。先ほど最後に歌いました南風ですけれども、7月19日号の歌の紹介のところに載せていただいていますので、撮ってらっしゃる方は歌おいしぶりに載ってたなと思うかもしれません。それから、その7月19日号ではね、愛知の稲沢のコーラスカエルさんのことが大きく載っていますので、これも注目ですね。それから7月26日号では一面に、先日広島に向かってね、全国の皆さんがオンラインでつながったオンライン歌う会の、記事が大きく載っています。それから8月2日号一番最新号ですけども、これの、8面ですね、一番最後には、最近、書いてもらっている愛知の小説家の加藤康弘さんのミャンマーについての、レポートがね、とても興味深い。ついこの前、名古屋でもミャンマーとしての集会があったということで、そのレポートを書いてくださっています。それから、なかなか難しい合唱発表会開くのは難しい時期ですけども、全国の合唱発表会をどんなふうに開いているかということも愛知からの報告も、ね、入ったりしています。さまざま歌声新聞にはいろんな全国の情報が含まれて、とても興味深いと思いますので、また、毎度毎度ですけども皆さんにお勧めいたしますので、どうぞご覧ください。では、今日はこれでまた8月にお会いしたいと思います。皆さんありがとうございました。さようなら。